小野康氏は日本のタレント、コメディアン、俳優、司会者、ミュージシャン。鳥取県境港市出身。自称、鳥取が生んだ天才、スーパースター。本名は小野康氏。父親の仕事の関係で日本統治下の朝鮮元山市に生まれる。幼少の頃に日本に引き上げてきた。鳥取県立境高等学校卒業。 成城大学文芸学部中隊。ザ・ドリフターズの初期のメンバーで、1960年、桜井照夫とザ・ドリフターズとグループ名を変更後、正式に参加する。1964年に、桜井照夫の脱退後に、リーダーの座を譲られた、怒りや超一のワンマン体制に不満を持ち対立した。そののに同調した、ドリフのメンバーだった、ジャイアント吉田、飯塚文雄。 ピノクマトラゴロウと共に4人で脱退。この4人に縮小を加え、コミックバンドのドンキーカルテットを結成し、演芸ブームの追い風の中、人気を獲得する。1970年、ブームの方も、下人なり6年間活動を続けてきたドンキーカルテットは解散した。以降はタレントへ転身し、単独で活動する。バラエティ番組では、司会やリポーター、 ゲスト等に出演し、映画やテレビドラマではコミカルなバイプレイヤーとして活躍した。富士テレビ系列、スタードッキリ報告ではレポーターを務め、さらに司会を10年以上の長きにわたり担当する。同番組では、キャップと呼ばれ、親しまれていた。1995年7月、第17回参院選に自由民主党推薦の無所属で、 鳥取県選挙区から立候補したが落選。自身を鳥取県が生んだ自称スーパースターと名乗っていたように、鳥取県への距離愛は強く、1996年から毎年11月に出身地の境港市に著名落語家や芸能人を招いて境港寄せを開催し、自らも司会を務めるなどしていた。2000年代以降は、 朝日力券提供の青汁 PR のためのトーク番組の司会や、旧地の中で大親友の加藤茶、中本浩二と3人で結成したコミックバンド、カ・ットチャンバンドでの講演活動、PS2 ソフト、ヘビーメタルサンダーにおいて、小野安史にというキャラの声を担当し、ゲーム内の番組、重金属アワーにて司会をするなど、話題を提供した。2010年1月に、人を主要で、 右腎臓を全摘出。2010年3月に開いた自らの芸能生活50周年記念パーティーの席上で、これが癌による手術であることを公表していた。それ以降は治療に専念しつつ体調を見ながら芸能活動を継続していたが、2012年6月28日、神武癌のため都内の病院で死去。72歳を打つ。 物の公の場での最後の仕事は、長年の名優であった、加藤茶の結婚披露パーティーでの司会であった。パーティー開始前は、抗がん剤の副作用で、吐き気が止まらず、薬の副作用の影響もありかみも抜けているため、カツラを着用し、歩行も思うようにできなかったために移動は、車椅子でしかできない、当蛮真相意であったが、パーティーが始まると自ら歩いて、 会場入りして3時間の司会をこなし、終了後の控室で窮地の中で大親友だった、小野と加藤は互いに泣いて抱き合った。また、自身は40年来の日本聖公会の信徒で、バルトロマイという洗礼名を持っていたことから、葬儀は、キリスト教式で営まれ、7月3日の告別式では、加藤茶、高木ブー、中本浩二平尾正明、 ミッキー・カーチスなど長年の信仰が深かった芸能仲間が参列、加藤と平尾、佐藤平が長寿を捧げた。ミッキーがレギュラーで担当していたラジオ日本のミッキー・ヤス川のズバリ勝負やミッキー・ヤス川の朝まで勝負などに積極的にゲスト出演していた時期もあった。ありがとうございます。